ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は太陽に吠えろ内田信子信子について触れてまいります。少年課の婦人警官であった内田は捜査一係に転属となります。一係では信子を音読みし信子というあだ名で親しまれていました。内田信子を演じた関口恵子は当時18歳、まだあどけなさの残る少女から次第に大人の女性へと変貌を遂げていきます。同僚デカであったジーパンとの恋仲も話題となりました。小料理屋を切り盛りする新子の父親は花はじめが演じていました。新子が一人前のデカに成長できたのも山さんの指導の賜物でしょう。